皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は残機ゼロのファミ通紹介をしていきたいと思います。発売直前特集本作のマスコットキャラクターを演じる声優の野沢雅子さんと中尾隆生さんのコメントが到着しました。レジェンド声優たちの貴重なコメントを公開します。スパイクチューンソフトとランカースがタッグを組んで手掛けるノンストップ残機サバイバル RPG の残機ゼロ。人類が滅亡した世界で8人の主人公たちが過酷なサバイバル生活を繰り広げます。今回は直前に迫った7月5日の5日からのサバイバル生活に備えて本作の情報を8ページにわたってお届けします。まずは新たに届いたプレイヤーを導く未来の声を演じる野沢雅子さんと寺島翔の役の中尾隆生さんからのコメントです。ではとはいえまずはキャラクターを軽く紹介します。主人公紹介1、台湾の編集者ですかね。怠惰の編集者日暮春人。キャラクターボイスは豊永俊幸さんです。食欲の花屋、なんだっけ、待ってください。とりあえず過去のやつを中にあったはずなので、なんか読み仮名たまに忘れるんですよね、あの残機ゼロのキャラクターって。まあとりあえず最悪、もういや、もうリンコですね。キャラクターボイスは吉村遥さんです。ではここで未来キャラクターボイスは野沢雅子さん。本作のゲーム内で放送されている人類の明るい未来を照らす番組エクステンド TV の MC を務めます。装飾系の可愛いマスコットで、見た目の通り羊ですが MC を任されるほどの しっかり者でショーへのツッコミも担当します。では続きまして寺島翔、キャラクターボイスは中尾隆生さんです。エクステンド TV のアシスタントを務める少年で言動は自由そのもので MC の未来を困らせることもあります。自分がテレビの中だけの存在だということは理解しているようです。では続きましてのキャラクターは嫉妬の芸術家、リョウ。キャラクターボイスは関俊彦さん。爆食のお嬢様ユマ。キャラクターボイスは竹達彩奈さん。フンヌの農家ゼン。キャラクターボイスは西賀美月さんです。傲慢の警察官ミナモですかね。キャラクターボイスは立花理香さん。強欲の医者守る。キャラクターボイス平田博明さん。幼年期松風雅也さんです。そして本作のキーキャラクターですかね、現在の少女サチカ。キャラクターボイスはインターナショナルメディア学院卒業の鈴木愛奈さんです。では荒廃したダンジョンを探索して生き抜きましょう。とある島で目覚めた8人の主人公たちが協力してサバイバル生活を行います。廃墟を探索して生きるために必要な食料や資材を入手しましょう。ではここで声優さんへのインタビューを収録を終えての感想は、第一に可愛い少女をやれたということがもう何と言っても最高だったそうです。芸能生活の中であんな可愛い少女を演じたのは初めてでもう嬉しかったそうです。中身はとっても楽しいと思ったそうでテンポがいいそうです。とっても楽しくテンポが良くてぜひぜひ皆さんには見てほしいなって思うくらいです。サバイバルで欠かせないものを一つ挙げるとしたら、食いしん坊のようなのですけど、お餅で、食いしん坊のような
なんですけど、お餅だそうです。ちなみにお餅は365日食べているそうです。あと、こうしていきたい、ああしていきたいじゃなくて、自然体でいきたいそうです。今まで生きてきて、ずっとそれを心がけていたそうで、改めてこうしようというのは、何をしようと思ったそうです。それでは、ファンの皆様へ一言。これは楽しいですから、ぜひぜひお買いになって見てほしいそうです。そして音を消して自分でこの役をやってみようかなと試してみるのも楽しみの一つだそうです。それにはセリフを起こさなきゃならないんですけど、覚えればいいことなので、ちゃんと見本がありますから、それでやってみたらいかがでしょうか。とても楽しいと思います。そういう遊びも面白くて楽しい作品ですから、そして私が可愛い少女を演じているところもちょっぴり見てほしいなと思うそうです。一応そういうことですね。羊の少女ということになってますからね。では続きましては中尾流星さんのコメント。収録を終えての感想は、野沢さんとご一緒できて嬉しかったそうです。しかもこんな若い役ありがとうございますとのことです。まあ、声は結構若々しい声ですからね。御年60歳に、60代後半に なられるんですけど、サバイバル生活に欠かせないものを一つ挙げるとしたら、やはり愛でしょうか。生きる力になります。そしてファンの皆さんへの一言。いつもと違うキャラですが楽しんでください。普段は悪役とかそういうのが、あれですね、ワンピースのあのシーザー、ドラゴンボールのあのフリーザなどなど、さまざまな悪役をやることが多いんですけど、中にはこういうキャラクターをやることも多いです。そして2人が登場するエクステンド TV は主人公たちが暮らすがれき島で視聴できる唯一の番組で、未来と寺島翔の2人が出演します。サバイバルに不慣れな主人公たちを導くガイドのような役割も果たします。番組では未来役の野沢さんと寺島翔役の中尾さんの息のぴったり合った軽妙なやり取りに注目です。というわけで今回はこの辺で、残機ゼロのファミ通紹介を一旦終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。